Hello everyone, welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はやる気についてお話ししたいと思います。やる気のスイッチは人間の体のどこについているのかということで、私は背中だと思いますね。ベッドにね、横になったり、ソファーにだらーって横になって、で、ご単語帳を見ながらね、睡眠学習でなんとかなるんじゃないかなと思っているあなた、間違っています。やる気スイッチはね、体がこうちゃんと垂直になってまっすぐなっていないと入りません。以上でございます。で、まあそれでね、まあそんな簡単なものじゃないんだけど、まあとりあえずまあそれでやる気スイッチをなんとか入れたとしますよね。ところが無理やり入れているスイッチなので、とても簡単なことでスイッチはオフになってしまいます。で、残念なことにですね、そのやる気のオフをする最大の原因がですね、本来なら一番こう応援してくれているはずの人の一言だったりするんです。親です。だいたいお母さんのことが多いです。というのは、お父さんよりもお母さんの方が日常的に会話する機会が多くて、勉強しなさいとかね、宿題終わったっていうのは大体お母さんの役割だったりするので、お母さんが多いんですが、例えばですね、私がそのお母様とね、お話をさせていただいていてもですね、だんだんこう私のやる気でさえもなんかだんだんこうテンションが下がってしまうようなお母様というのがたまにいらっしゃるんですよ。で、そういう方の特徴は、全て相手が言ったことをね、でもねみたいにね、まず真っ先に否定をする。で、それからこうお母さんの意見と、息子の意見の合意点をそこから見つけようとこう、していくんだけれども、とりあえず基本的な姿勢としてね、でもねっていう、こうまず相手を否定するという姿勢の方がいらっしゃって、もうそれはもう考え方の癖なんだと思うんですけど、例えばどういうことかと言いますと、新学期でね、英語の勉強どうしましょうみたいな方のことを話してて、基礎力がないからやっぱり英語は大事だから、まず単語をやりましょうというお話をこう提案させていただくわけですよね。で、本人に1日10個だったら覚えれる、じゃあ7個にしようかとかね、そういう話をしてるわけですよ。そしたら、いやいやだけど、本人的にはすごい、よし、もうしょうがないから、腹くくって、もうこれちょっとね、先生に言う通り、単語覚えようかなっていう気持ちが、ちょっとこうなっているのにですね、でもねっていうふうにお母さんがすかさず言われるわけですよ。でもね、先生、単語力だけじゃやっぱりダメですよね。長文読めないとダメだし、文法ダメだしって言ってね。それはそうなんですよ。おっしゃることは本当によくわかるんだけれども、今大事なことは、一生懸命こうね、やる気スイッチを入れているところ で入ったスイッチを、最低でも3日ぐらいはオフにしないで続けるっていう、こう成功体験を本人に持ってもらわないと、僕もできるんだと思って次のやる気にならないから、そこすごい屈伸しているところで、やっと単語覚えようっていうね、ところまでこう高まって、向こう山に登り始めたところに、でもねとかね、そういう感じで、そうですねということで、文法とか長文応用やりますから、とりあえずはね、スタートとして単語やりましょうって、こう持ち直してねやりますよね。でまたそこで、でもね、でも先生、国語も必要ですよねっていう話が出るわけですよ。もちろんそうなんです。もちろん国語も必要なんですけれども、ゼロだったところをまず単語からってこう1にして10にして15にしてっていうのをやらないと、やる気っていうのはこういきなりゼロだったものが満タンの100になるわけではないので、すごい気長な作業なんですけれどもね。もうそこで、でもねって、もうやっぱり国語もやらないと心配ですから、国語もやらせてくださいとかですね、おっしゃるわけですよ。で、こういう感じで、お家でもね、お話をされていたら、それはせっかく入りかけたスイッチもですね、もうピシッとこうオフになってしまうなと思わざるを得ないことが多々ございまして、
別にお母さんのせいでやる気がねなくなってるんだとかそういうことではなくて、もうねお母様とお子さんとの間の長いね積み重ねの歴史があって何か言っても言うこと聞かないとかね、でもお母さんだけはまあ見捨てずにやっぱり最後まで頑張れ頑張れって言ってくれて、毎日お弁当も作ってくれてっていうね、で塾にも連れてきてくれてっていう、そういうことでトータルプラスマイナスで言ったら本当にお母様のおかげでやる気スイッチを入れるところまで行ってはいるんですけれどもね、でもやっぱり受験生のやる気っていうのは非常に微妙で結構危ういバランスの上に成り立っていて、で家に帰っていちいち言わないんだけれども、学校でもねやっぱり嫌なことと楽しいことっていうと、もう嫌なことの方がトータルで多い日の方が多かったりするわけですよ、勉強に関して言えばね。部活とかはまた別だと思うんですけど、なのでまあ、精神論みたいな話になってしまいますが、まあ、ちょっとでもね頑張ろうかなとか思って葛藤してる人に対してですね、たとえ正論であってもまず日の一番にでもねっていう、だけどねっていうね、否定から入るというのは本当にやめていただきたいと心からそのように思っております。ということで、アートを解除させてでございました。で生徒の皆さんはやる気スイッチは背中についていますので、ベッドに横になったりソファーに寝そべっている人は今すぐ起きましょう。以上、解除させてでした。 See you next time. Bye.